you
くれないか。
Thank you.
何も異常はない？迷子が6人、熱射病で倒れたのが28人、それにトリケラトプスにアイスをあげようとしたやつがいた。ザックとグレーが着いたみたい。アシスタントからよ。5分で行くって伝えて。甥っ子たちなの。机の上を片付けてくれる？散らかしすぎよ。島の大きさは？大きい。重さはどれぐらい？どういう意味だ？行こう。おい、迷子になるなよ。子守の小遣いはもらってないからな。クレアおばさん。私の仕事が終わるまでザラが面倒を見てくれることになってるの、分かった？よし、ちゃん楽しんでね。しばらく彼らの面倒をよろしく頼むわ。ミスターマスラニー、自分で操縦を？免許なら持ってる。さて、新しい恐竜を見せてもらうとしようか。白いのか？白いだなんて聞いてないぞ。インドミナスレックス、遺伝子操作で作った初のハイブリッド種。随分賢そうだな。繁殖して生まれたわけじゃない。設計さ、より大きく恐ろしく。成長すれば全長は15メートル、 T-REX よりも大きい。飼育エリアの安全性に問題はないか？うちには世界最高峰の構造技術者が揃ってる。アモンドもそう言っていた。海軍の軍人が働いてる、オーウェン・グレイディだ。知ってるわ。彼の動物は頻繁に逃げようとする。そいつらも賢いが、彼はもっと賢い。大して賢くないわ。彼をここに連れてきてくれ。もしかしたらみんなが気づいてないことに気づいてくれるかもしれない。うわっ、しまった。ごめん、どうも枝に引っかかったみたいだ。おい、豚をこっちに下ろせ。しまった、悪い、枝に引っかかってる。ああ、登って動かせるように切り落とす。よじ登れる場所はあるかな。
ことを教えてあげよう。落ちるなよ。主人を亡くしたペットを見るのは辛い。ありがとう。ごめん、もうしないから。構成を期すために言っておくけど、今のは不可抗力だからな。余計なことを。オーウェン、小豚ぐらい捕まえられるだろう。おいで、小豚ちゃん。よし、捕まえた。こっちだ、小豚ちゃん。
ぐにベロキラプトルを放すんですか？墓地に何があった？すみません、メンテナンスで解体したら組み立て直す方法を忘れちゃって。どうやって直すか分かる？元通りになった。自分たちでやった時は遊び場のブランコみたいになっちゃったのよ。バリー、充電が必要だ。了解。お楽しみの始まりだ。
よくやった。バリー、ゲートをチャージだ。了解。いたぞ。そいつをミスミス逃がすのか。できるだろう。いいことを教えてあげよう。
変かもしれないが、お前なら登れるさ。匂いがするだろう。どこに隠れてる？お役に立てて光栄さ。揃って上には行けない。協力が必要だ。
ゲートのすぐ後ろにいるぞ。中に入らないとベーコンだ。それでいい。その調子だ。よせ、離せ。おい、まずい。本当にまずい。ブルー、チャーリー、よせ。昼飯から気をそらせるんだ、オーエン。頼む。ここに何かあるはずだ。よし、これを試そう。バリ、行け。
ぞ、豚。開けろ開けろ、開かない、クランクがないぞ。探してくる。見つけた。ああ、分かってるよ。急げ、行け。よく手なずけたもんだ。何の用だ。屋外テストだ。命令が聞けるっていうのはよくわかった。次は外で調査を進める必要がある。奴らは危険な野生動物だ。屋外なんかに出すべきじゃない。ようやく一歩進んだと思ったら第一声があれか。むちゃくちゃだな。ミスター・グレイディ。オーウェン。オーウェン、あなたにちょっと見てもらいたいものが。私たちが作った新種よ。その飼育エリアの耐久性をあなたに評価してもらいたいの。インドミナスレックスだと？何から作ったんだ？ベースは T レックスの遺伝子で、残りの遺伝子は機密よ。どこに行ったの？ついさっきまでここにいたのに。こんなことありえない。何週間も開けてないのに。この爪の跡は新しいな。まさか。理解できない。誰にも気づかれずに壁を乗り越えるなんて不可能だ。くぐった可能性は